5フティ a シェ s ズオブグレイはイエルジェームズによるイギリスの観能小説。女子大生の主人公が若く有能だが、サディストの性的思考を持つ大富豪の男性と知り合い、BDSM の主従契約を結ぶという内容の恋愛小説で、主婦が書いた女性向けのエロティックな小説として、マミーポルノと呼ばれ、アメリカでベストセラーとなった。もともとは、ステファニー・メイヤー著の トワイライトシリーズのファンフィクションとして書かれたもので、オンライン小説として発表され、2011年に書籍化された後ランダムハウスが版権を買い取った。2015年6月現在、全世界で1億2500万部以上の売り上げと発表されている。続編に、フィフティシェイズ・ダーカーとフィフティシェイズ・フリードがある。日本では、早川書房より翻訳書が発売された。 アメリカで映画化され2015年に公開された。アナスタシア・スティールはワシントン州立大学バンクーバー校で英文学を専攻する平凡な女子大学生。卒業試験を目前に控えたある日、熱を出したルームメイトであり、親友のキャサリン・キャバナーに代わり、学生新聞の記者としてシアトルにある大企業グレーンタープライズホールディングスの創始者であり、 CEO のクリスチャン・グレイにインタビューすることになる。インタビューをきっかけに、アナは若く魅力的なクリスチャンに惹かれ、クリスチャンもまたアナに関心を持ち始める。ある日、ポートランドにあるアナのアルバイト先に、クリスチャンが現れる。会話の中でアナは学生新聞用に、ケイトがクリスチャンの写真を撮りたがっていることを話す。クリスチャンはそれに快諾し、二人は後日また会うことになる。 後日、アナの友人であり、写真家志望のホセロドリゲスによって、撮影は順調に進んでいく。撮影終了後クリスチャンはアナをコーヒーに誘い、二人はカフェへと向かう。その帰り、危うく自転車にひかれそうになったアナをクリスチャンが抱き寄せ、二人の距離は近くなる。キスしてほしいと目で訴えるアナだったがクリスチャンに、私は君にふさわしくないと告げられたことにショックを受け。 クリスチャンに別れを告げてその場を立ち去ってしまう。卒業試験が終わった日に、アナとケイトは試験終了を祝って、バーへ飲みに行くことになった。家を出ようとしたその時、クリスチャンからアナへ、アナの好きなトーマス・ハーディの作品である、ダーバビル家のテスの初版本が届く。あまりに高価なものが届き、アナは困惑する。バーで飲んでいたアナはトイレに並んでいる間に、クリスチャンに電話し、なぜ、 テスの初版本を送ってきたのか聞こうとする。クリスチャンはアナの話し方からアナが酔っていると察知し、どこのバーで飲んでいるのかアナをトイただ出す。しかしアナは電話を切ってしまう。酔いを覚まそうとアナはバーの外に出ていると一緒に飲んでいたホセがアナの後を追いかけてくる。以前からアナに好意を寄せていたホセはアナにキスを迫る。 アナがホセを拒もうとするとそこにクリスチャンが現れ二人を止めに入る。そこであまりに泥酔したアナはおうとしてしまう。そんなアナをクリスチャンは優しく解放し、アナの自宅へ送ろうとするがアナは気を失ってしまう。翌朝、アナは目覚めるとベッドの上にいた。クリスチャンはアナのアルバイト先を訪れたあの日からポートランドにあるヒースマンホテルに滞在しており、 そこはそのスイートルームの一室だった。酔いが覚めたアナはシャワーを浴び、クリスチャンと一緒に朝食を食べる。ようやくテスの初版本を送ってきた理由を聞くアナ。クリスチャンは謝罪と警告の意味を込めて送ったこと、普通の恋愛には興味がなく一般的な思考と異なっていること、そしてアナに特別な何かを感じ惹かれていることを明かし、書面で 彼女の同意を得るまでは彼女に触れるつもりはないという。アナはその日のアルバイトを終えた後、その契約書を見るためシアトルにあるクリスチャンの自宅へ向かうことを約束する。アナを自宅へと送ろうとするクリスチャンだったが、ヒースマンホテルのエレベーターの中で欲望を抑えきれず二人は激しい口づけを交わす。アルバイトを終えたアナはクリスチャンによるヘリコプターの 操縦のもと、シアトルにあるクリスチャンの自宅へと向かう。そこでアナは初めに、秘密保持契約書にサインをさせられ、今後クリスチャンとアナの間に起こる出来事を多言しないよう約束する。そうしてアナはクリスチャンが、プレールームと呼ぶ部屋へと案内される。そこは、ベッドやソファの他に、鞭や杖、手錠などが置いてある、いわゆる SM プレイが行われるような部屋であった。 あまりの衝撃に言葉をなくすアナ。サディストなのかと尋ねるアナに、クリスチャンは自らを支配者であると明かし、アナに彼の従属者になってほしいと言われる。契約の内容は、従属者を守るため、なおかつ支配者が喜ぶために設けられたという規則を、従属者が従い、支配者を満足させられれば褒美が与えられ、従わなければ罰が与えられるというものである。 その際に行われる、性行為は愛を交わす、セックスではなく、激しい、ファックであると、クリスチャンから伝えられる。その契約内容は、性行為に関することだけでなく、従属者の食生活や睡眠、服装、運動など多岐にわたり、従属者の生き方を支配しようとするものだった。クリスチャンはアナに合わせて、契約内容は、修正可能であると言い,い、アナと契約を結ぼうとする。 しかしアナは恋愛経験がほとんどなく未だ処女であり、契約に関する内容があまりわからないことをクリスチャンに告白する。クリスチャンはアナが処女であるということに衝撃を受け、焦りを隠せない。急遽クリスチャンは予定を変更し、その夜はクリスチャンの寝室で二人はバニラセックスを楽しむ。その後アナはクリスチャンが15歳の時彼の養母の友人が初体験の相手だったこと、 そこから6年間はその女性の従属者だったこと、過去15人の女性と支配者体従属者の関係を結んでいたことを明かされる。二人は契約を結ぶ前に契約書の内容について過失修正をしていった。それと同時に、アナが取った行動に対してクリスチャンが罰としてアナの尻を叩くなど少しずつ過激な戯れも行うようになった。アナは、 クリスチャンの従属者になろうと努力しようとしていた。しかし、同じベッドでは寝ることができない、クリスチャンの体に触ることはできないなどの規則が穴を契約する決意から遠ざけていた。それと同時に、無知やクリスチャンの手で叩かれることに快楽を見出し始めるなど、自分自身が過激な戯れを少しずつ楽しむようになっていることに気づき、そんな自分に戸惑う。4歳の時に、 古海院代を稼ぐ娼婦だった母親と死別した、クリスチャンは自らを、五十通りに歪んだ人格と称し、そんな彼と接するアナは、情緒不安定になっていた。二人の関係性はアナが思い描いていた、普通の恋人同士とは全く異なりアナは、困惑するが、もうクリスチャンがいない人生は考えられなかった。アナはクリスチャンを愛しており、クリスチャンに支配者体重属者以上の関係を、 求めるようになる。クリスチャンも同じようにアナがいない人生は考えられなくなっていた。そのため契約を結ぶことに関わらなくなったが、規則や懲罰に関しては今後も続けたいと考えていた。アナは、お仕置きされることに嫌悪感を払拭できず、いつかクリスチャンに傷つけられるのではないかと恐れていた。それでもクリスチャンはアナを痛めつけたいという気持ちがあった。しかしアナが、 自分から離れていってしまうことを恐れて、お仕置きをする理由はアナには話せないという葛藤と戦っていた。そんなクリスチャンに、アナは本気でお仕置きをしたらどうなるのか教えてくれと頼む。クリスチャンは困惑するが、アナの覚悟を感じアナをプレイルームへと連れて行く。そして裸になったアナの尻をベルトで六回ずよく叩く。あまりの残虐さに、アナは 彼女を抱きしめようとするクリスチャンを拒み、別室へと逃げる。アナはこんなお仕置きには耐えられないということ、そして自分ではクリスチャンの欲望を満たすことはできないということを悟り、クリスチャンとの別れを決意する。クリスチャンから今までにもらった車やパソコン、携帯電話などすべてを返却し、アナはクリスチャンに別れを告げる。自宅に帰ったアナはクリスチャンを失った心の痛みと、 クリスチャンによってもたらされた肉体の痛みを抱えて、大声を上げて、泣くのだった。フィフティシェーズ三部作は、ステファニー・メイヤーの小説、トワイライトのファンフィクションとして執筆され、マスター・オブ・ザ・ユニバースという題で、ファンフィクション投稿サイトスノック・イーン・ S ・アイスドラゴンに投稿された。主人公の名前の中は、ベラスワンとエドワード・カレンから取られたものであった。性的な内容に、 クレームがついたため、EL ・ジェームズはサイトから文章を引き上げ、自分のウェブサイト fiftyshades.com で公開を始めた。後に、ジェームズは投稿した小説をオリジナル作品にするために過失修正し、主役の名前をアナスタシア・スティールとクリスチャン・グレイに変更した。出版前には同サイトから文章を削除した。メイヤーは、 フィフティシェーズ三部作に関して、私の専門とするジャンルではないのですし、私の作品でもないのですが、ジェームズ氏は良い小説を書いたと思います。素晴らしい出来栄えです。と感想を述べている。本作における BDSM の描写はその道の専門家から BDSM と虐待を混同している。BDSM を克服すべき病理のように描写している。 安全性を考慮していないと批判された。本がベストセラーになったことで BDSM や性玩具の使用に関連した負傷事故が急増した。2012年のデータによると負傷者は2010年に比べて50%増加したのだという。ただし、これは負傷して ER に運び込まれた人の人数であって実際の負傷者数はもっと増えた可能性がある。 専門家は本書を読んだ人が安全なやり方を知らないまま BDSM や性玩具を使用したセックスに興じるようになったことが負傷者の急増を招いたとみなしている。なお、本書が BDSM 自体を題材にしていることを批判した人たちもいる。アークビショップ・デニスは2015年に発表した論考で Fifty s a イ s of Grey のストーリーは恋愛物語として提示されている。 しかし、そこに複在しているテーマは、ボンデージや支配、SM がアブノーマルなものではなく、快楽をもたらすものであるというものであると指摘している。ハンポルの運動組織ストップポルノカルチャーは、ボンデージや暴力描写のある、セックスシーンがあることを理由に、本書の映画版のボイコットを呼びかけた。ただし、こうした主張には批判もある。ティモシー・ローリーとジェシカ・キーンは、映画、フィフティ、 シェーズ・オブ・グレーは合意という法的な概念を生きること、呼吸することなどにまで拡張している。不平等な関係の危険性と相手の限界を見極めることの難しさ、相手への敬意を持つに至る姿が描写されていると述べている。批評家や研究者の中には、アナスタシア・スティールとクリスチャン・グレーの関係が BDSM ではなく虐待であると批判している者がいる。 社会学者のエーミー・イーボ・ボナミはアメリカ疾病予防管理センターが公開している精神的虐待と性的暴力に関する基準を使って本書における二人の関係がデート DV の一種であると判定している。同研究では二人の関係のほぼすべてが精神的暴力であると判定されている。また、グレーがアナに酒を飲ませることで彼女の思考能力を奪おうとするシーンは 性暴力であると断定している。さらに同研究は、劇中でのアナの振る舞いが、虐待被害者の振る舞いと一致していると主張している。2014年に実施された実験では、24歳以下の健康な女性が本書を読んだグループと読んだことがないグループに分けられ、彼女たちの健康状態が検査された。その結果、本書を1回以上読んだことと、 接触障害の兆候を示すことの間に相関関係があることが判明した。本書を読んだ女性たちはそうでない女性たちに比べて、パートナーから精神的虐待を受けた人が多く、ストーカー行為を行った人が多かった。また、過去1ヶ月間に焼け酒をした人や24歳になる、前に5人以上と性行為を行った人の人数も、本書を読んだ女性たちの方が多かった。 ただし、その実験に従事した研究者たちは、そうした女性が本書に引きつけられたか否かや本書を読んだことが、ストーカー行為や焼け酒に至ったことに影響したのか、否かを断定していない。しかし、この実験の責任者は、著者の中で、フィフティシエーズ・オブ・グレーが危険行為を美化し、虐待を思わせる価値観を不及のものにしてしまったと述べている。ただし、 この実験には、フィフティシェイズ・オブ・グレーを読んだ女性たちを、楽しんで読んだ君と、読んでネガティブな感情を抱いた君に俊別しておらず、メディアの広告効果の影響を検討していないという、批判が寄せられている。ザ・トゥデー賞において、ドリューピンスキーとローガン・レブコフが、フィフティシェイズ・オブ・グレーは、女性に対する暴力を不滅のものとしたのかということに、関して、議論を行った。レブコフは、 性暴力が重要な要素であることは間違いないが、フィフティシェーズ三部作は性暴力来山と全く関係がない。あくまでも合意に基づいた関係を描いた本である。という趣旨の見解を述べた。ピンスキーは、フィフティシェーズ・オブ・グレーは文章がひどく尻滅裂だと述べる一方で、もしあの本が女性の性生活やカップルの親密さを向上させるならば、 それでも構わないと述べている。2015年2月13日公開のアメリカ合衆国の映画。日本ではアメリカと同日全国324スクリーンで公開され、公開発集の全国映画動員ランキングでは、初登場5位、動員6万1728人、公衆8、09009、200円の成績だった。この映画で話題になったのは、 強い性描写と主演者の候補や主演者の交番などがある。そして最終的に主演者は当時ほぼ無名に近い役者のダコタ・ジョンソンとジェイミー・ドーランで大きくマスコミに取り上げられた。特にダコタ・ジョンソンはスーパースターのドン・ジョンソンとメラニー・グリフィスの娘であり、二世俳優が初主演映画で体を張った度胸のある演技をしたことをマスコミは大きく取り上げたりインタビューでも たびたび話題になる。そして、ジェイミー・ドーナンは、下積みが長いが、流星のごとく初主演として銀幕に現れ、印象深い演技をし、多くの女性を虜にしたことを、メディアは取り上げている。スクリーンライターのケディ・ーマルセルは、ドーナンの演技が、アカデミー賞を獲得するに値すると、メディアに絶賛している。カッコ内は日本語吹き替え構想2013年の、 段階で、ワーナーブラザース映画、パラマウント映画、ユニバーサルピクチャーズ、ソニーピクチャーズの間で、フィフティシェイズ三部作の映画家権獲得をめぐる、激しい競争が起きていた。また、俳優のマーク・ウォールバーグも自身の映画制作会社を、通じて映画家権の取得に乗り出していたと報じられた。2013年3月、激しい競争の果てに、ユニバーサル、 ピクチャーズとフォーカス・フィーチャーズが三部作の映画化権を獲得したとの報道があった。原作者のイエル・ジェームズは三部作の映画化に際し、ソーシャルネットワークで知られるマイケル・デルカとデイナブルネッティをプロデューサーに起用する、ーズよく訴えた。ブレッド・イーストン・エリスが本作の脚本を執筆したいという意欲を公にしていたが、実際に脚色に当たったのはケリー・マーセルであった。 また、パトリック・マーバーとマーク・ボンバックが、マーセルの脚本の修正に当たった。2013年5月9日、制作サイドは、ジョー・ライトを監督に起用する意向を表明したが、後に、スケジュールの都合で、彼の起用は、不可能であると判明した。監督候補としては、パティ・ジェンキンス、ベネット・ミラー、ビル・コンドン、スティーブン・ソダーバーグラの名前が挙がっていた。6月、 サム・テイラー・ジョンソンの起用が発表された。テイラー・ジョンソンは本作を監督するにあたって、ナインハーフ、アデル、ブルーは厚い色、ラスト単語インパリを参考にしたと語っている。キャスティングクリスチャン、グレイ役には、ロバート・パティンソンの起用が予定されていたが、ジェームズの反対で没になった。その後、ジェイス・クルフォードとヤン・サマー・ホルダーがグレイを演じることに関心を持っているとの報道があった。 2013年9月2日、チャーリー・ハナムが、クリスチャン・グレイを、ダコタ・ジョンソンが、アナスタシア・スティールを演じることになったと報じられた。なお、アナスタシア・スティール役には、アリシア・ビ・キャンデル、イモージェン・プーツ、エリザベス・オルセン、シェイリー・ウッドリー、フェリシティ・ジョーンズの起用も検討されていた。なお、エミリア・クラークに、アナスタシア役のオファーが出ていたが、クラークが、 ヌードシーンの撮影に難色を示したため、出演交渉は不守備に終わった。アナスタシアを演じる女優を先行するにあたって、テイラー・ジョンソンは、イングマール・ベルイマンの仮面、ペルソナのモノローグシーンを女優たちに演じさせたのだという。パティンソンの起用がボッツになった後、制作サイドは、ライアン・ゴズリング、ギャレット・ヘドランド、スティーブン・アメルにオファーを出したが、役に興味を持ってもらえなかった。 当初、ハナムもグレーを演じることに関心を持っていなかったが、スタジオの幹部との会合の後、気が変わったのだという。ハナムはグレーを演じることに興味を引き付けられるようになった。私はすぐにフィフティシェイズ・オブ・グレーを読んでみました。グレーというキャラクターがどのようなものかを明確に知るためです。独了後、クリスチャン・グレーに自ら、 命を吹き込めるかもしれないという期待で興奮しました。ダコタとの台本の読み合わせを通して、私はグレーを演じたいと心から願っているのだと確信しました。私とダコタの間には確かにケミストリーが生じていたのです。と語っている。ハナムの起用が発表された後、原作小説のファンがイメージと違うと反発した。それに対し、デーナブルネッティは、 キャスティングの際には目に見えない要素も考慮されました。それは才能、スケジュールの都合、グレーンを演じたいという熱意、他の俳優たちとの相性などです。ファンの皆さんが思い描いていた俳優がキャスティングされなかったのはそうした背景によるものなのです。どうかこのことを心に留めておいてください。禁眼指摘にならないでください。というコメントを出した。2013年10月。 ジェニファー・イーリーが本作の出演交渉に入ったと報じられた。12日、ユニバーサル・ピクチャーズは、チャーリー・ハナムがスケジュールの都合で降板すると発表した。後に、ルーク・ブレーシー、フランソワ・ールノー、スコット・イーストウッド、テオ・ジェームズ、アレクサンダー・スカルスガルド、ビリー・マグヌスセン、ジェイミー・ドーナンが代役候補に上がっているとの報道があった。23日、 ドーナンがグレー役に起用されたと報じられた。31日、ビクター・ラスクの出演が決まった。11月22日、エロイズ・マン・フォードが本作に出演すると報じられた。12月2日、サウンドトラックへの参加を希望していたリタオラがミアを演じることが決まった。3日、マーシャ・ゲイ・ハーデンがグレース役に起用されたとの報道があった。 撮影2013年9月本作の主要撮影が同年11月5日からバンクーバーで行われると発表された。しかし翌月には撮影開始が11月12日になると報じられた。その後撮影開始日は12月1日に再延期となった。撮影はバンクーバーのギャスタウン地区を中心に行われグレーが経営する会社のビルでのシーンは ベントール5で撮影された。また、アンナが通っていたワシントン州立大学でのシーンの撮影は、ブリティッシュコロンビア大学のキャンパス内で行われた。ヒースマンホテルでのシーンは、フェアモントホテルバンクーバーで撮影された。撮影は、ノースショアスタジオでも行われた。2014年2月21日、本作の主要撮影が終了した。ただし、 2014年10月第2週に複数のシーンの再撮影が行われたと報じられた。なお、本作のワーキングタイトルはザ・ードベンチャーズ・オブ・マックス・バンクスであった。サウンドトラック本作のサウンドトラックは2015年2月10日にアメリカ合衆国で発売された。サウンドトラックからはザ・ウィーク・エンドのアンド・イト・エリー・ゴールディングのラブ・メ・ライク・ユー・ドゥー。 シーアのソルテッドウンドがシングルカットされた。本作のサウンドトラックはアメリカ国内だけで51万6000枚、全世界で220万枚を売り上げ、中でもエデー・ゴールディングのラブメライク・ユー、like ・ドゥーはアメリカで最高位3位、イギリスで4週連続1位を記録し、ザ・ウィーク・エンドのアンド・イットも アメリカで最高位サインを記録するヒットシングルとなった。性描写を多く含む作品であるため、各国での上映に最新年齢制限が設けられ、これをめぐる騒動や話題も生じた。アメリカ・フロリダ州のシネマコンプレックス、AMC では、公開間もない2015年2月14日の夜、R 指定の制限のため入場には保護者の同伴を、 必要とするティーンエイジャーの男女約100名近いグループが訪れ、制限のためチケット販売を拒否されると、係員の制止を振り切って一斉に劇場内に押し入るという騒動を起こした。彼らは警察への通報により解散を命じられ、暴行罪と薬物症児により2名の逮捕者を出した。日本では公開当初官能的描写などにある程度の修正を加えて、 R15 で公開されたが、成人の観客からのよりオリジナルに近いものを見たいという要望に応えて、一部劇場で修正を抑えた R18 バージョンの公開を決め、日本公開から12日後、日本の多くの劇場で女性客への割引料金を適用するレディースデーにあたる2月25日水曜日より上映する。産経ニュースの伊藤特有によれば、 R15 バージョンでの修正は製作国アメリカで行われたものでモザイク処理ではなく黒い丸で雑に外当部分が塗りつぶされたセンスのかけらもないもので観客の不評を買っていたという第36回ゴールデンラズベリー賞では最低作品賞最低主演団優賞最低主演女優賞最低スクリーンコンボ賞最低脚本賞を受賞した2015年4月 B.L. ジェームズの夫であるナイオール・レナードがフィフティシェイズ・ダーカーの脚色を行うことになったと報じられた。同月にラスベガスで開催されたシネマコンでユニバーサル・ピクチャーズはフィフティシェイズ・ダーカーを2017年2月10日にフィフティシェイズ・フリードを2018年2月9日に全米公開する予定であると発表した。後日、演出をめぐって E.L. ジェームズと対立したサム・テイラー・ジョンソンが続編の監督を交板することになったと報じられた。8月20日、続編の監督にジェームズ・フォーリーが起用されるとの報道があった。11月、ユニバーサル・ピクチャーズは続編2本を一気に撮影すると発表した。ありがとうございます。